必ずやろう。日本最高朝倉豊です。この動画を見てなるほどね。なんてね。思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、私はですね。まあ、以前からまあ、今年はですね。世界経済が大きく、クラッシュする年になるんじゃないかということについて、えーまあ、度々ね話をしてきたということがまあ、あるかと思います。まあ、よくご存知の方は、もう去年の段階からそんな話をねしてたということも覚えてらっしゃる方もいるかもしれません。 で今回はねそのことについて、えー、さらにもうちょっと追加情報を加えながらまあ全体としてこうまとめてみるということをやってみようかなと思っています。でまずですね、えー、IMF 国際通貨基金というところがありますね。あそこが世界経済見通しというのをですね3ヶ月ごとにこう発表しているというのはね皆さんご存知でしょうか。今年2022年の、えー、経済成長率 の見通しこれは世界全体でのということですが経済成長率の見通しというのは昨年10月の段階ではですね4.9%でではなないいいかという,ふうに言っていたわけなんですねそれが今年の1月に4.4%ではないかというふうに引き下げ そして4月には3.6%にまで引き下げたということになるので4.94.43.6というような形でぐわっとこう下がってきたってことがあるわけなんです。そして間もなくですねこの7月にもう一回この見直しが行われるんですけれどもこのことについて IMF の トップでであるゲオルギエバ専務理事はですねさらに下方修正するというふうにえ実は「日経新聞」と「テレビ東京」の共同インタビューの場で述べたということがこれが「日経新聞の記事に出ていましたでさらに」なんですがここで一回下に下げたところでこれで下げ止まるかどうかは分からず今後さらに下振れするリスクがある とまでで言っているのであれ4.9だと思っていたのが4.4になって3.6になってさらに下がってこれでも止まらなくてさらに下がるかもしれないということをえ実は IMF のトップが今話をしているということになるわけです。 そうすると、ちょっと前の状態とですね、この経済成長率の話が、全然違った話になってくるんだということが、これがわかるんじゃないかなと思います。で、なんでですね、こんなにガーッとこう下がっていくっていうことになったのかといったときに、これまあ、いろいろ要因がありますよね。 まず、世界的に今、インフレがボワーっとこう進んできているということがあるから、これに対処するために、急速な金融引き締めをやらないといけないということで、バンバン進んでいますよね。アメリカでは、消費者物価上昇率というのが、なんと9.1%という、もう歴史的にもね、なかなかない水準。今月末に FRB、アメリカ準備制度理事会、まあ、あの、アメリカの中央銀行ですね。 が先月に引き続いて大幅な利上げをやるのはもうほぼ確実だろうと見られているわけなんですねで今分かりませんけれども今のその一応有力な案では0.75%の引き上げになるんじゃないかという風うに見られているわけです金利の引き上げ引き下げっていうのはですね0.25%刻みでやるっていうのがこれが一つのルールになっていて まあちょっとね、インフレ気味かなと思ったら0.25上げるとか、まあちょっとね、えー、少しこう不景気になってきたからっていうような感じになるとこう0.25下げるとかっていう、この形で調整するっていうのが一応その金融調節のルールっていうことになっているんですけれども0.75っていうのはこれ3つ分をいっぺんに引き上げるっていうことだから、これなかなかない話だっていうことが わかかるんじゃないかないいと思いますでこの0.75の引き上げっていうのは実は FRB はですね先月,、ね、月0.75を上げて今月もまた0.75を上げるんじゃないかっていうことになってるんでこれは歴史的に見ても相当すごい。 そのの金利の引き上げになななるるととといいいうことが分かかんじゃないかなと思いますちなみにですね、この0.75をいっぺんに引き上げるということ自体が、これ27年ぶりのことだったりしているわけなんでね、この異例なことが、この2ヶ月連続続くんじゃないかというのが、どれだけ異例なことかというのは、まあこういう話を聞いても分かるんじゃないかなと思います。 では、このインフレって原因なんですかと言ったら、経済の効率性がこう、起こっていく。こういう事態が数多く起こっているから、ね、経済効率性が悪くなって、まあ、要はコストが上がって、こう、値段が上がるという、まあ、そういうことが起こっているんだと、まあ、理解しないといけないわけなんです。で、具体的に何ですかと言ったら、 まあコロナが蔓延してコロナ対策がいろいろ行われなければいけないそうなると順調な物流というものがこれが阻害されることになる特にですねその中国というその製造業の中心地がありますよね世界の製造業の中心はまあね不幸か不幸か中国というとんでもない国がになってるという状態になってるんですが この中国が今大きな経済的なブレーキを踏んでいますよね。これ、まあ後でもうちょっと詳しくやりますけれども、まあそのブレーキをかけていることによって、えー、これでもってですね、こううまく世界の物流が回らないということも起こっているわけなんです。で、ウクライナに対してロシアがこう侵略行為をしてきたという、こういうことがあって、 ロシアと西側とのこのの離反といいうものが起きているでここにおいてもロシアに頼っていたものが西側に入ってこないでロシアの側からすればまたこの西側に頼ってきたものが入らないということでお互いにですね経済的に苦しい状態の中に陥っているということがこれも発生しているわけなんですよねで。そしてこのロシアや中国といった 強権国家というものとのその付き合い方というのをですねまあ世界はようやく学び始めたというところがあってああいうところとの付き合いを普通にやっていくという状態はこれからは無理だよねっていうこういう意識が 世界の中でだいぶ広がりました。まあはっきり言って西側先進国だけだって言われたらそうかもしれないんですが少なくとも西側先進国の中においてはそういう意識というものが確実に芽生えていますよね。でそうすると従来であればロシアや中国をサプライチェーンの重要な位置づけとして使ってこうやってきたものがこれを遮断しなきゃいけないっていうことになってくると新たな そのサプライチェーンの組み替えというのをやらなければいいけないで場合によってはそれを、えー、先進国の方にそのまま持ってくるっていうことをやるわけですがでそうなるとその人件費のことを含めてその経済効率性という観点だけで見ればですよそれは落っこちるということが起きてくるわけでそれがコストを引き上げるという要因にも、まあ、なってるところもあるわけですね。 で、さらにですね、SDGS であるとか、ESG であるとか、まあ、こういうのをやたらうるさくなってくる。そういう中で、経済合理性を最優先して、すべてを、物事を解決していきましょうというのが、これがアウトという。まあ、そういう世の中になってきているわけですよね。例えばですが、ロシアに対して石油や天然ガス、えー、こういうものの依存というのを、今まで、こう、西側。は たくさん折ってきたっていうことがあるんですがこういう依存がですねこうだんだん難しいなっていう状態になってきてでどうしたかといったらアメリカはですねサウジアラビアのところまで行って頼むからこう増産してくれみたいなことをこうねお願いしに行ったっていうことがあるじゃないですかでそんなことを一方でやりながらですよアメリカの国内には 石油も、それから天然ガスも、ちゃんとあって、それを掘り出しさえすれば、十分使えるのに、ここで新しく採掘したいですっていうような話を、こう、アメリカ政府に申請しても、それは環境に良くないからダメだっていうような形ですね。却下するっていうことを、アメリカ政府は平然とやっているわけなんですよ。この、 SDGs, ESG にとらわれたそういうことによってですね、経済合理性がそういうことでないがしろにされていくということがあり、それによって物資不足が生まれてですね、値段が跳ね上がるという、まあ、馬鹿げた話がこう展開しているということになるわけなんですね。 で、こういうような形でもって、経済合理性というものが低下することが、こう、インフレに直結しているということになるわけなんですよ。経済合理性が低下すると、実質賃金はどうなるんですかってことなんですよ。一つのものを作るときに、それに対して、もっと合理的にものが作れるのに、そうではない状態になるとすれば、当たり前ですが、付加価値が生まれにくくなってるわけですから、 えー、払われるる賃金といいいうものは下がっていかざるを得ないですよねだからアメリカでね確かに賃金上がってますよとまあこれ問題ですよなんてよく言われたりすることもあるんだけれどもアメリカで賃金が上がっていてもそれを上回るペースで実はインフレが進んでいることになっちゃうわけなんですよ。 経済合理性が落っこっていくというのは、それはそのまま私たちの暮らしが貧しくなっていくということと直結しているっていうことを、これをね、忘れてはいけないんですね。で、この点を、まあ、左翼と呼ばれる人たちは全然理解をしていなくて、 経済合理性に反することをどんどん一生懸命進めながらですね賃金上げろとかっていう無茶な要求をまあしているってうことになるんですけれどもまあそれはちょっと話は置いておいてまあそういうことがあるから今のその実質賃金低下の流れによってですねこれは特に低所得世帯に対して大きな経済的な打撃が加わるようになっているということが 起きるわけです金利が上昇すると低金利だったら成り立ったそういうビジネスというのがこれ次々破綻せざるを得なくなってくるということになりますよね。したがってこの低金利型でないと成立しないビジネスがこれからどんどん淘汰されていくという動きが生まれるということは、まあ、それは雇用にも大きな影響を及ぼすだろうし経済成長を に向かうかと言ったら、まあその逆方向に動いていくのは、これは簡単にわかりますよね。で、今アメリカのその金利がですね、こうボンバンバンバン上がっていくということの中で、この金利が高くなった米ドルに世界のお金が吸い寄せられていくということが起こっていて、発展途上国、新興国、こう呼ばれている国々にですね、今までその潤沢に供給されたマネーというのが、 そこから今度はこのアメリカドルの方にですね、資金の逆流現象というものが今起こっているんだよということなんです。で、発展途上国、新興国がこの動きに対抗しようとするとすればなんですけども、米ドルに対抗した金利の引き上げをもうやらざるを得ないってところになるわけなんですよね。で、そうなると、 そういう新興国、発展途上国においても、その低金利ビジネスというものが相次いで潰れていくということが起きるわけで、もうこれでもってですね、世界経済はかなりの落ち込みを見せることになるだろうということにもなってくるわけです。さて、こういう中でスリランカが経済破綻をしましたよね。このののスリランカの経済破綻というのは今後発展途上国国新興 して同じようなことが起こる国があるんじゃないかという点での警戒感に間違いなくつながっていくということになるわけなんですよで、そういうことが意識されれば貸し出しを行っているその西側の企業からすればどうなるかといったらそりゃ痛みが生じないうちに早く引き上げた方がいいという意識が当然強くなりますよね でこうなると新興国発展途上国からの資金の引き上げというのがですね強化されることになるということにもなるわけなんです。でぶっちゃけ言いますが今その低所得国と呼ばれている国々のうちの6割がですねもう債務危機に陥っていると言ってもいいんじゃないかという状態にまあ実はなっていてで債務の再編、まあ、要はですねまあ今から こんだけけ債務があるけれどもこれをですねもう全体の額をもう半分ぐらいまでねえ下げないともう無理だろうとかね金利が高すぎるからこの金利も相当抑え込まなきゃ無理だろうとかっていうことをこれをねガッとやることによってその新興国とかの負担をぐわんと下げてやるということがこれは実は必要になっている状態になってるんだけれども ところがですね、中国がですね、この債務再編に対して厳しく抵抗をするので、実はこの債務再編が進まないというおぞましい事態というものがこう進んでるわけなんですね。このことに対して、アメリカのイエレン財務長官はですね、もう非常に腹立たしいという言葉を残していたりするんですが、まあそのくらい、この新興国危機というものが、 きちんとした処理が行われないで、まさに破綻に向かって、邁進していくという状態が今、展開されているということになるわけなんです。まあ、具体的な国名をね、その、いちいち上げる必要がないかもしれませんけど、まあ、とにかく頭にパッと浮かぶようなところで言っても、ね、えー、カンボジアであるとか、パキスタンであるとか、ガーナであるとか、エクアドルであるとか、チェニジアであるとか、ブラジルであるとか、 インドであるとかトルコであるとか南アフリカであるとか、まあ、ロシアあるエルサルバドルケニアアルゼンチン、えー、などなどですねまあ今バッとこう思いつく限りに持ってバッタを上げたんですがまあそんなぐらいにまあやばいと言われてるその国っていうのはまあ上がってくるようなそんな状態になっているわけなんですね。 IMF のゲオルギエバ専務理事によるとなんですけれどもその発展途上国においてディストレスト債と呼ばれているものがあるんですがこれは、えー、どういうものかといったらまだデフォルトにはなってないけれどももうデフォルトの危険がかなり高くなってきているからあそれによってですね、えー、その債券価格が暴落して えー、それによって、まあ、債券の利回りがね、上がっているという、そういう債券です。まあ、ちょっと言ってることが分からないかもしれませんけれども、例えばですが、あその100円に対して、えー、2%の金利がついてるっていう状態になってたものがあるとして、この100円になってたものが、例えば80円とかになると、80円で買って、 1>, えー、1年後にですね、2円入ってくるってことになると、これ利回り上がりますよね。そのこと自体は簡単に言うと分かりますよね。で、より正確に言うと、この80円から100円に上がる分も利回りとしてね、計算されるってことになるから、実はこの2%ちょっと増えたぐらいじゃなくてですね、えー、金利の部分で考えると、これめちゃめちゃ、あのー、上がってるってことになるわけなんですよ。 まあそういうことでもって、もうこれ結構やばいんじゃないかっていうことで、こう処分売りに出されるような状態になっている、そういう債権をディストレスト債というのがあるんですが、これがすでに2500億ドル相当、えーと言いますから、まあ日本円で35兆円ぐらいになるんですかね。えーそのぐらいのところまで積み上がっていて、まあおそらくこれらはですね、デフォルトに入っていくであろうということに、 えー、なっていて。で、これが、まあ、連鎖的なデフォルトというものをですね、次々に引き起こしていくんじゃないか。つまり、どこかで爆発する、次にまた連続して爆発するみたいなことがあったら、その次がどんどん続くかもしれないって思うから、お金の引き上げをかなり強引にやるようになり始める。 でそうなると一気に広がってみんな潰れていくということが実は起きかねない状態になってるんだよってことなんです。この中でその特にやばいというのがまあ言わずと知れたあの中国という国であって中国での経済崩壊はもうすでに金融危機に達するほど広がっているというふうに見るべきなんですね。 聖科大学の教授のテイ・リュウコウさんという人が、まあ、いるんですけれども、彼がですね、2022年前半で、つまりこの2022年の1月から6月のこの半年の間で、中国では46万社の会社が倒産をして、310万の自営業者が破綻したんだという話をしているわけなんですね。 で、若者の失業率はすでに8000万人に達しているなんてことをデータとして出して、これ物議を醸したわけなんですよ。中国全体の失業率がどうなってるかは今わかりませんけれども、まあおそらく30%ぐらいまで失業率上がってんじゃないのというふうに見ないと、今の経済状況はちょっと理解できない、そんなぐらいのところまで来ています。 で中国指数研究院という、まあ、会社があるんですけれども、ここによると中国の不動産開発企業大手100社ですね。これの今年上半期、まあ、要は1月から6月のこの半年間の売り上げは前年同期と比べて48.6%下がった。つまり半減したということを言っているわけなんですね。 ですから、不動産企業というのが、まあ、とてつもなく苦しい状態に追い込まれているというのは、ここからもわかりますよねってことなんです。 しかも建設途中で止まってしまって完成しない不動産物件というものがこれがバンバンバンと増えていてここでとんでもないことが起こってるっていうのはまあだいぶ前になるかもしれませんけれども私一回動画でねえで出したことがあったかと思いますでマンションのその購入者たちがですねまあ集団でもって 工事が止まって、もうこれ以上工事が進まないんだったら、もうそのローンの支払いを停止するんだ、みたいな感じのことを、まあ言い出したっていうことが、まああったりしたわけですが、これが、その、慶徳鎮市という、まあ一つの町で起こった話がですね、これがもう中国全土に広がって、えー、まあ私が見てる中においては300以上のところまでは確認したんですが、なんかね、噂によると、 もう、これについての報道をするなという報道規制が敷かれてですね、これが今どこまで広がっているのかが正直わからんという、そういう状態になってきたりしています。この不動産のその崩壊というのは、ま、とんでもない話で、中国のその銀行というのは公式発表でもですね、総資産のうち2割以上が住宅ローンに向けられていて、で、不動産や建設関係の融資、 貸し出しっっててていうのもこれれ4%程度だってされてるんでですねで日本ではその住宅ローン向けのものっていうのは総資産の中の5%程度ということになっているから中国のですね、この住宅ローンとか不動産とか建設向けの融資ってもう日本とはね、とにかく比較にならないぐらいバカでかいってことになるんですよ。 で、しかもこれ公式統計の話なんで、実際にはもっとでかいですからね。で、そういうことで、しかもこの不動産、それから住宅ローン関係のこの融資の返済が滞っているということが、これが普通にバンバン起こっている状態になっているから、銀行がですね、まあ、手元のお金がだいぶなくなっているという状態になっていて、銀行に預金をすることはできても、 預金の引き出しがなかなかできないというおぞましいことがですねこれ起こってるんですよで、この話は別にですね中国の中小銀行だけの話じゃなくていわゆるメガバンクに相当するようなそういう銀行でも同じ状態になってきているというのがこれが その中国がいかに今やばい状態になっているかということをまあ象徴的に示しているんじゃないかなと思います。まあ一応中国政府はこれはマネロン対策だとか言ってるんですけど、まあそれ皆さん信じないですよね。 ということです。こんな感じでもって中国経済はその不動産のバブル崩壊から始まる形で金融崩壊につながるような状態で全面崩壊的な状態にだんだん入ってきているんだよということは、これは理解しておいてほしいわけなんです。で、まあ今日いっぱいいろんな話をしましたけれどもまとめると、とにかく経済の非効率化が進んでいる。で、それがインフレをもたらしている。 それでもってアメリカを中心に金利をバンバン引き上げる動きが進んで、低金利じゃないと成立しないビジネスがですね、相次いで破綻に追い込まれていくことになる。そういう流れが発展途上国、新興国にも及んでいて、そういう国から資金を引き上げる動きが強まり、こういう新興国においても経済が崩壊していく流れがある。 そして、その一方で中国の経済が全面崩壊状態になっている。したがって世界経済がクラッシュするのは、もはや時間の問題だというふうに言っていいんじゃないか。まあ、これが私の考えだということになります。あ、ただ、投資判断として使うのは、あくまでも自己責任でお願いします。 必ずやろう日本最高朝霞豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます。